ギフトありがとうございます。おはようございます。スタジオありがとうございました。昨日は、ありがとうございます。いかがだったでしょうか。楽しかった、嬉しい。やっぱりさん、ありがとう。元気なくて声ピンクで、マジめっちゃ薄かったね。あんなことはなるんかいねんってなりましたけども、目立っておりました。ありがとうございます。楽しすぎた、嬉しいねえ。昨日はあれでしょ、みんなテンション高かった。リハーサルの時からテンションが高くてね。面白かったです。声出しできる一発目のスタジオでしたのでね、またあの近いうちにできるの楽しみにしてます。聞こえました、ありがとうございます。コールはちゃんと聞こえましたよ。ね、今日花だれ公演です。花だれです。に公園です。初訪問ありがとうございます。ははん、見に来てたね。いやー、びっくりだよ。5番ありがとう。仕事で行きません。そうだよね、普
当に平日だもんね。今日って平日にもかかわらず2公演あります。来てくれますかね。まあ、夜は地方なの生誕だからなんですけど、これないよね。今日のお昼とかなかなか。おはようございます。昼夜だったの。マジけ。マジけ。あなたはありがとう。頑張りまーす。頑張りまーす。かわいい、ありがとう。成功かよね。楽しかった。あとは一番最後にヘタレを入れてるんやけど、スタジオあれは声出しがないときはもうみんなは一番アンコール普通3曲ぐらいしか入れないんやけど、他のユニットもスタジオはねめっちゃ多い。まずユニットから始まるから2曲やって、世界そういうとこ最高かよ。で下手やる6曲やるんかアンコールで。6曲やる、まあ、前編の一番最後がヘタレだから、もう死にそうになりながらやるんですけど、コールがあったら楽しかったです。とてもハートありがとう。ああよー、鼻だれの何倍ぐらい疲れるか。そうだね。でも別にね、踊ってる曲自体は昔のスタジオ公演と比べてはダンスナンバーとかはなくなったのでね、
ウーザン、ヤバン、ハチノスダンスとか、メイクノイズ、恋のお縄とか、ダンス、激しい系がね全然なくなってしまいましたので、あれなんですけど、着替えやね終わって急いで、あいつなんか久々すぎて、黒のレイダウンかな、ミキの僕隊で使ってた真っ黒のやつ、衣装のズボン表と裏間違えて履いて、やばいあと40秒しかないって言われたのに、あ、ズボン逆だったとか言って最悪って感じマジでやかった、ほんまにめっちゃ汗しながらねえ、無謀、ギリギリセーフって感じで、おはようございます。お前そっちの方がねきついですね。そうブルーライブ、ブルーライブだったら衣装着替えるとこは近いんやけど、エディオン、あーまあエディオンもギリギリかとか、クワトロは階段降りてって感じやからちょっと遠いね舞台袖に履けたところから着替えるところまでがちょっと遠いね。その着替えるだけで精一杯だよな、その着替えてお水飲んで行くみたいな鼻だれはまあ結構休憩、何裏ユニットもいっぱいあるし、裏の時間あるからうんうん、そう髪の毛ボサボサになってたりしても直せる時間あるしって感じだけど、もうねありのままで出ますそう汗びっちゃこ髪の毛くえたままありのままで出ます。ありがとう。どっかでね前髪がぶっ飛んだんですよね、アイさん。ここのハーフツインにこうやって入れ込んでた前髪が、を止めてたピンがどっかでぶっ飛んで絶対どこからかわしは前髪がピョンってなってるって思いながらそうやってました本当にどこからだったやろ、なんかこうやったらなんかピンがここにあるみたいな、ここについてるなって分かって、そこピッてどっかのタイミングでピッてステージ上に落としたそうだからそっからあやばい前髪が絶対に私はピョーンって出てきてるよって思いながらやってました。はあ、おはようございます。あおりね、そう声出せるからみちゅが頑張ってくれました。めっちゃ楽しかったよ本当、うんうん、嬉しい、皆さんコールをありがとうございました。本当おいでは、おいではランキングを読みますね。48、
2048。13位みほちゃん、12位あやさん、11位ピュアリン、10位ビッグエブさん、9位ひげのまささん、8位せいがくん、7位ひろたんたん、6位やすべえさん、5位ゼータン、4位キズナックさん、3位そうちゃん、2位ふうさん、1位はドルルン金曜パチさんです。ありがとうございます。イエーイ。本日は、花は誰のもの公演となっております。2公演です。平日だが昼の方はね、当日もありますので、ねえ、よろしくお願いします。見れる方は見てください。本日もよろしくお願いします。それではバイバーイ。